皆さんこんにちは、新道友達 TV です。今回は僕が中国の香港という町があるんですけど、そこを僕が行った話を説明したいと思います。これは香港の景色ですが、覚えてますか？覚えてます。どんなんでしたか？すごくめちゃくちゃ建物がいっぱいあって高かったです。このビルの中の公園覚えてますか？覚えてます。どんなところに公園ありましたか？ビルの上のね、香港の人と一緒にブランコしたの覚えてますか？はい。すごい。ブランコがね、一回ブランコがあって。飛行機、飛行機。中国語喋ってますか？これ楽しかったですか？楽しかったです。これは何やってるんですか？これ回るやつ。これでさ、僕さ、カーンって打ってさ、足打ったの、うん、足やな。めっちゃ痛かった。まあまあ、カーンなるぐらいやから、めっちゃ痛いよ。これは覚えてますか？覚えています。どんなんでしたか？あのね、何が起きるんていうか、ドキドキしたんだけど、ビル光りながら音楽がその光に合わせて鳴るみたいな感じ。まあね、音楽はいいと思う。途中でちょっと待って、すごいと思ったの。香港ってどんなところだったかっていうのを言ってください。香港はね、香港に住みたいぐらいのなんかすごさだったな。ほんまに思った？忘れたけどな。でもまあまあすごかったで。いや、すごいと思ってるんやって。だからじゃあ住むねんな。はい、住まへんけどな。すっごいな、やばかったって。日本と香港の、はい、違いを感じたことは何ですか？ビルの挟まれているところに公園があるなんてすごいと思いましたよ。あと、こんなイベントもやってるんだってね。なんかマクドナルドになんか行けなかった。マクドナルドどこでもあるもんな。ここら辺になんか行かなかった。あ、そうそう、この公園がマクドナルドのすぐ横やってな。うん、あのところはね、日本からね、あんまり遠くない場所なんで、皆さんもよかったら行ってみてください。今はコロナだから行けないけどね。はい、ということで今回の動画はもうこれで終わります。皆さんまた次の動画でお会いしましょう。新道友達 TV でした。